ントの花田美恵子さん、51歳が、自身のインスタグラムを更新し、靴のトレーニング動画を公開しました。花田さんは、ヨガの靴のポーズが相変わらず苦手なので、インナーマッスル強化トレーニング中として、両膝を床につけた体勢から、上体を後ろに倒し後屈する動画を投稿。そして、ヨガって年齢とかに関係なく、いろんなことを教えてくれます。まだまだできないポーズいっぱいだけど、それがまた楽しい。と、魅力を綴りました。この動画に、フォロワーからは、美恵子さん、すごい。後屈とても綺麗です。柔らか。私は、そんなに後屈できないので、励みになりますなどのコメントが寄せられています。そもそも、一般男性と再婚したのだから、花田を名乗っている理由がわからない。営利目的で、前の夫の姓を使うのなら、離婚せずに家庭内離婚にすればよかった。そうすれば、今よりイメージは悪くなかったのでは。今は、ただのしたたか者にしか見えない。